はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日もギルド大会ですね、予選第4試合になります。昨日の第3試合は勝利することができました。これで2勝1敗という状態ですね。で、前大会では2勝2敗だったんです、予選がね。で、今日勝って3勝1敗にすれば前大会を上回る結果を残せるというところですね。頑張りたい。今のところ拮抗してます。ポイント的には拮抗している。なので、ここで、私が勝ってね、勢いづけたいなとは思っております。で、混乱が取りやすいこちらのパーティーを選ばさせてもらいました。で、早速配置していきましょうかね。それと昨日の、動画見ていただきましたかね。ベスキングの、才能開花、右のところにあるんですが、まれに物理封じる、あれがあるんだね。でも、ごくまれにだからね。まれによりもっと悪いんだよ。で、確率調べたら 10%。 初手引く、それピサロで引く、それ。しかもバラモスよかったじゃん。これ昨日同じだ。ここの2人、バラモスとピサロが受けたんだけど、ピサロだけ物理封じる、バラモスでいいじゃん。じゃあ、だってピサロのさ、物理封じ体制って、当倍なのか。じゃあ 10% だね。いやー、なんとか勝てたからよかったですが、ちょっと焦ったね。はい、というわけで、配置していきましょうか。うん、ここは、あれだね、混乱、いつぞややったか、こっちがやばいな。ちょっと順番見ようか。1番、2番ピサロか。あ、2番ピサロなのね。で、3番であっちか。やばいな、これ。これ大丈夫かな？なんだっけ、なんか突進みたいな感じでね。2か。2だ。2だから大丈夫か。これ必殺だ。蒼天魔山の範囲だ。ああ、大丈夫。OK、OK。これ OK、OK。なので、バラモスはここに配置。で、呼び込んで、大丈夫だよね、ここ。縦2だから大丈夫だよね。こうなってる。1番目、アリーナ来る、ミスる。これね。ミス。ちょっとなんか違うか。ちょっと待って、なんか違うような気がしてきた。これ？いや、これもね、されたらこうか。こう来て、ここでグルリンチョがいいね、多分ね。グルリンチョで、アリーナは前に降りてきてくれなきゃ困っちゃうんですよ。多分今ピサロの上に置いといたら、あのポッチの上から烈進撃とかいうのやって来ないか。あ、来ないね。あ、来ないな。どうしようかな。引っ張る。あと後ろの配置、大丈夫、大丈夫ですね。これ範囲に入らないように言いましょうか。1,2,3 でそうなるでしょ。で、4で行く、凍らすで、7、8はスルーで、混乱で 9でガビンっていきたいね。なので、こっちはこうしておこうか。で、ハッサンじゃない、ヤンガスは落としたいね。で、アリーナはバタフライで混乱取る感じで、後ろの2人に、息を吹きかけて反撃していきたいとこかな。そうだね。で、ピサロ届かないか、ここじゃ。ピサロと、マゲスで、ヤンガスをやっつけたい。で、バタフライで混乱、アリーナ取る。あ、じゃあクレリアもいけるね。クレリアもヤンガス追撃いけるという感じ。ここまっすぐ来て、クルリンパでね、絶対クルリンパでね。これは大丈夫。もう一回確認ね。ここ大丈夫。これ範囲に入らないように移動しましょうか。はい、じゃあ行きましょう。さあ、第4試合。勝ちたい。行こう。よし。あれ、そうだったっけ？あれ？そうでしたっけ？あれ、アリーナやるってなってたんだっけ？あ、しまった、しまった。これしまったな。どうしよう。これ行っちゃまずいよな。行きたくないな。じゃあ、
行きたくないけど次に備えていないとちょっとまずいな、これ次がここにいたらどうなっちゃう。これ当たる、これ当たるもんね。あー、しまった、これはしまったよ。ここにいて、あれもつらいね。いや、これはしまった。ここにいちゃいけなかった。いやー、うわ、リスク取るか。ここから行って、ここからで撃てないもんね。これダメージ、あ、そう、ちょっと まずいな。じゃあここで、待機。あー、大丈夫かこれ。ぐるん、あそこ一緒に入れたかったね。一緒に入れたかった。いやー、これ まずいな。なんかこれ横に並ぶと思ってたし、しかも、次に備えないとまずいし、混乱どうしよっか。ちょっと待ってよ。もっと引っ張るか。もっと引っ張って、あ、ちょっと待って、こっち側に行っといてもいいか。あー、そこまで範囲入ってるね。じゃあもっと引っ張る、ここでいいね。もっと引っ張ろう。はい、でバタフライで、混乱の息、これが入らないように入るじゃん。こっからだね。いや、こっからでいいんだけどさ、今度クレリアが撃てる。下下がるしかないか。まあ下がりましょうか。はい、混乱取るで、マヒャード打ち込むにはこっからか。こっから打つ。出てくるのみ。これどうしようか。次が、次ね、行きたいんだよな。次こっち、順番はどうでしたっけ。アリーナでピサロが動けんでね。ピサロで、あ、ピサロであっち行くしかないか。なのでこっちは下がろう。下がってとしておく。でピサロで竜王行こう。また、これ大丈夫ね。これで行こう。これイオって耐えられんのか。イオ半減か。あ、半減か。いいね、半減は OK。
でクレイヤが届かない可能性がある。これ縦3つにする。縦3つにする。混乱。ファイヤー、ファイヤー落とせる。イオは、イオ耐性どう。あ、大丈夫さん、これはちょっと逃げとこう。まずい。で、こっちは、あー大丈夫だ、まずい、これまずくない。イオ大弱点はまずいね。HP どっちがある。1100、こっちは1100。なので、イオ食らったら死んじゃうので、混乱ラリホどっち狙う。ラリホーの方が確率は高い、若干ですが。で次クレリアで竜王落としておく。これ取れなかったら1人落ちちゃう。行きましょう。はい、ラリホー寝ない。マヒャード、あー一応落ちか。またできた、また。同系のタームレ、タームレ、タームレ、はい、タームレ。あぶねー。耐えたー。